こんにちは、ポップです。FX チャンネル4月23日土曜日。今回は週末スペシャルということで、今週の振り返りと来週のトレードポイントについて解説をしていきます。今回も通貨ペア別に動画の方アップさせていただきまして、まずは全体の相場感とドル円相場。そしてユーロペアということで、ユーロ円とユーロドル。 ポンド円とポンドドルと続きまして、最後に5ドル円と5ドルベイドルの順番で動画をアップしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、まずは全体の相場感ということで、クロス円のチャート、こちらの方、示しておりますので、ご覧いただきましょう。今週は週の初め、火曜日に大きく円売りの場面がございまして、クロス円の方は直近の高値を抜けるという形で吹き上げる状況となりました。 これは日銀の指し値オペが発動しまして、まあ、その状況から円が毀損しまして、円売りが加速したというところ、そして週の後半をご覧いただきますと、ポンドとゴードルの方は全戻しということでね、まあ、一方的にポンドやゴードルが買われたというところよりも、円が売られたというところが、ね、正確な言葉かなというところが、こういったポンド円やゴードル円を見てもお分かりかなというところでございます。 そして、米ドルとユーロの方は高値圏でまだ推移しておりますが、米ドルの方はご存知のとおり、金利の先高感ですね。次回以降の FOMC では、4回合連続で50ベーシスポイント、0.5%の利上げを行うんじゃないかというところと、長期金利が2.9%付近でうろうろしている。そういったところから、ドルは高値圏で推移。 そしてユーロに関しましては、まあ、今まで売られすぎてたというところとあとはですねラガルド総裁の思惑としましては今年1回は、ね、利上げをすると、まあ、9月もしくはデータ次第では7月というところでね、まあ、こういったところで今まで、ね、利上げができないだろうと思われてたユーロの方も光が差して、まあ、高値圏まで戻ってきたという形ですねただポンドに関しましては金曜日に発表されました消費者物価指数 これが思った以上に悪かったというところで失望売りにつながるゴードルに関しましては、まあ、ポンドと同様にですね動きをしておりますがゴードルの方はなかなか利上げができない利上げの道筋はできているもののこちらは米ドルアメリカに比べては非常に遅いしその上げ幅も少ないというところからね元に戻ってきてしまったという考えができるかなと思います あこのような状況の中でね、個別のトレードポイントを見ていきたいと思いますが、まずはね、金曜日の今週の終値の株式相場、こちらも振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは金曜日の東京マーケット。日経平均は前日比。マイナス447円。終値で、 27,105円ということで1.63%大幅な下落で1週間の取引を終えました。そしてダウの方はさらに下げている状況でございます。ニューヨークバケットダウ平均は前日比マイナス981ドル。終わり値で33,811ドルということで3%近い2.82%の下落ということで1週間を締めくくったというところでございます。 でこれは冒頭に申し上げたとおり、まず短期金利に関しましては FOMC が4会合連続で0.5%の利上げをするんじゃないか。そして長期金利はね、一旦スコンとね下げる場面があったものの、相変わらずの2.9%を超える高い長期金利ですね。まあ、こういったところを含めまして、やはり金利の上昇、高値圏というところは株式相場には逆風,逆風が吹くという形でございますので、ダウの方は大幅下落。そしてこの ボラティリティを見てですね、恐怖指数、これの方が30に近づくという形で、一気にね、株式相場の下落でビッグ指数も上がってきたという状況でございます。そして、えー、日本の長期金利の方もね、日銀の指し値オペがいつ起こってもおかしくない0.246%、えー、0.25に近いという状況。 先ほども申し上げましたが、米国債の10年利回りに関しましては、もう3%近いという利回りでございますので、こちらの方もドルの下支えになっているという形でございます。このような状況の中でね、最終的にはこういったファンダメンタルで理解しつつも、 サインとしましては、テクニカル分析、チャートを見ながらですね、判断していく形になろうかと思いますので、それではね、ドル円の方、具体的に振り返りと、来週のトレードポイントをね、見ていきたいと思いますので、チャートを切り替えていきましょう。まずはね、ドル円の長い時間軸、約ね、3週間ぐらいでございますが、これの1時間足、ご覧いただきましょう。 まあ平たく言えばですね、上昇トレンドとレンジ相場を繰り返しておりまして、一気にね、今週の火曜日、ここ吹き上げる場面がありまして、129円を超えるところがありましたが、その後、水曜日から水木金とレンジ相場、下は127.50まで押すものの、上は129円で金曜日、再度押し戻されるということで、ややね、レンジ気味で引けた形でございます。 え今までもね、見ていただきますと、レンジ相場とトレンド相場、これがね、順番にえ推移しているということでね、レンジを経てからのブレイク、そしてレンジを経てからのブレイク、そしてレンジがあってからの大幅ブレイクということで、またね、このところはレンジをこなすかなというところがね、過去の動きを見てもわかるかなと。上がり続ける相場はございませんが、ところどころね、ショートを溜め込んでだとか、 利益確定を巻き込んで、レンジが入って、その後ね、また上に行くのか、下に行くのかというね、ブレイクが出てくるだろうという考えでございます。まあ、こういったところから行きますと、すでにね、水平線の方を引いておりますが、直近のレンジに関しましては、上は129円。まあ一回ね、火曜日のところでは超えた部分がありましたが、まあオーバーシュート気味ですね。こちらは129円という切り番が、まずはレジスタンスラインになろうかと思いますし、 あと、下方向では127.50ですね。まあ、こういったところが水曜日に1回サポート。まあ、そのね、128円も木金で入ったんですが、ワイドにとってみますと127.50かなというところでございますので、まあ、こういったところをね、レンジを意識したトレードをね、まずしていただきまして、まあ、レンジブレイクをするかどうかというところも含めまして、解説をね、チャートの方、時間軸を大きくしまして見ていきたいと思いますので、ちょっとね、チャートを拡大したいと思います。 このような形でね、月曜日はこれね、終わりがけに上げまして、火曜日にブレイク。水曜日は調整の木、金はレンジというところがね、先ほどのチャートから大きくね、見えるかなというところでございます。同じようにライン引いていきますと、129円、こちらが直近のレジスタンス、金曜日のところでもありますので、ここがね、まずレジスタンスの一つ。サポートに関しましては、128円でね、木、金とサポートが入っておりまして、 あともう一つね、水曜日にも、このね、上昇相場からの一番深い押しという形でね、127.50。こういったところにサポートラインが入っているからというところでございます。こちらのね、上から下までは150ピップスということでね、まあ、比較的大きめのレンジでございますので、まずこのレンジの中で狙えるところを狙っていただければと考えておりますね。下方向に関しましては、やはりロングを狙っていく。 直近では128円でダブルトップ、ボトム気味にね、こちらサポートを受けておりますので、128円。ここのあたりまで下がったところで、平均足が陰線から陽線。ここではね、一旦逆張りとはなりますが、ロングが取れると思いますので、陰線陽線を確認してから、その下側でストップロスを置きながらですね、こちらはロングを取りながら、129円近くで利格を狙う。こういったところが一つのパターンになろうかと思いますし、 あと、128円をね、陰線のまま割り込んでしまったとしましても、127.50、火曜日の安値がございますので、まあ、こういったところでね、しっかりとサポートを受けることができれば、平均足ベースで陰線から陽線が生じればというところでございますが、これもね、平均足の切り替わりとともにポジションを取って、逆差し値は127.50の下側に置く。 そして、リスクリワードで、ね、1以上で利格のラインを設定していただきながら、こちらはね128円ぐらいまでの上昇。まあ、いずれもですね50ピプスぐらいの反発はあろうかと思いますので、下で落ちたところではねレンジ相場を想定しながら、平均足の陰線陽線の転換を見て、そして逆差し値を設定した上でですねロングを取っていく。このようなところが使えるかなと思いますので、まずはね128円と127.50のサポート。 こちらの方でロングを狙ってみてはいかがでしょうか。そして上方向に関しましては、ちょっとね、ショートに関しては、私は推奨はしないという形でございます。日銀の差し値オペが、やはりね、0.25に近いというね、日本の長期金利がありますので、それが起こった時にはブレイクしやすいというところと、あとはアメリカの長期金利もね、高値止まり。こういったところからね、129円を抜けてしまいますと、一気にね、走る可能性がある。 抜けた瞬間に走るのか抜けてからサポートが入ったところで走るのか分かりませんがちょっとねこの辺り129円でレジスタンスを受けても、まあ、押し目が入ってねそのまま抜けてしまうというところがありますのでショートに関してはドルの方はねまずは考えなくてもよろしいかなと考えております具体的にねショートを狙っていくターンというのは、まあ、このレンジが下方向にブレイクしてからでよろしいかと考えておりますね 127.50を割り込んで、その下側での、要線陰線ですね。まあ、このサインが出てから、ショートを狙っていけばいいのかなと。もちろんねこの場合は、天井は取れなかったというところでございますが、まあ、デイトレの場合はね、天井で取ろうが、胴体で取ろうが、それはね、同じ30ピプスや50ピプスには変わりがないというところでございますので、まあ、そういったところからいきますと、しっかりとね、トレンド転換、レンジをブレイクしてからのショートでよろしいかなと。 この127.50を割り込むまではですね、しっかりとこれはね、サポートを拾っていきたいという考え。127.50割り込みますとね、ここの100ピプス、スルーとね、上がってきましたので、比較的ね、抵抗なく落ちるエリアでございますので、まあこの127.50を割ってからね、ショートは考えればよろしいかなと。 えー、ここの127.50の上側はね、しっかりサポートを受けながら、一旦上を,上値をね、えー、試していくんじゃないかというね、まあ、想定のもとでございます。今からロングを組めというわけではないですけど、まあ、ここで、えー、サインが出たところではロングを狙いつつ、ショートはね、少し押さえていただきながら、127.50、ここを割り込んでからでも十分間に合うんじゃないかという考えを持っておりますので、皆様の相場感とともに参考にしていただければと思います。 え以上でねドル円相場と全体の相場間の解説を終わりまして続きましてユーロ円とユーロドルの解説に入っていきましょう。